今日もお疲れ様。連日大変そうだね。疲れが顔に出てるよ。ちゃんと眠れてる？結構クマひどいよ。さすがの私もちょっと君のことが心配かも。なんか私にできることある？てかこういう時ぐらい甘えてよ。私そういうの嬉しいし、こういう時ぐらいじゃないと年上っぽいことできないからね。で、何かしてほしいことある？え、膝枕でいいの？本当にそんなのでいいの？別に気を使わなくてもいいのに。家の中の掃除でも何でもやるよ。っていうか膝枕ぐらいいつでもするのに。君がそう言うならいいけど。じゃあ横になって。はい、私の太ももに頭乗っけて。よし、オッケー。一応膝枕したけど寝心地どう？頭の位置とか問題ない？大丈夫そうならこのままでいようか。私もこの体勢なら問題ないし、全然寝ちゃっても大丈夫だよ。まあこの状態で君が寝てもそんなに質のいい眠りにはならなそうだね。それでも膝枕がいいんだよね。オッケー、わかった。君が満足するまで今日はこのままだね。かわいい。なんか君が子供っぽく見える。甘えてくる感じがそう思わせてるのかな。君がいつもと違って可愛く見えるから結構新鮮かも。もちろんいつものかっこいい姿も好きだけど、私はこっちの方が嬉しいかな。私にだけ見せる可愛い一面みたいな感じがして。あとは私に甘えてくるって行為自体が嬉しいよ。ちゃんと私を恋人として信用してくれてる感もあるしね。それに私の年上っぽく振る舞いたい欲も満たされるってのも大きいかな。君には頼れるお姉さんな彼女って見られたいからね。だから今度からは積極に私に甘えてね。あれ、目がトロンってしてるよ。もう眠い？やっぱり疲れてたんだね。いいよ、寝て。今日はこのまま一緒にいようね。おやすみ。